Walk with me and I will show you power. Deep in your soul there burns a light so bright. It shines inside you day and night, so bright. Shine your power light. Shine your power light.無視無欲、己を虚しゅうして心を鏡のごときますみの玉にする。それが作業の極意なのじゃ。はい。タケルよ、これでこの妙山での修行はすべて終わりじゃ。この後はお前が弥勒の世を取り戻さねばならぬ。弥勒の世？さよう。今やこの世には魑魅魍魎が跋扈し、人類は終焉を迎えようとしている。 この危機を救う方法はただ一つ。三種の神器を手に入れることじゃ。三種の神器、すなわち剣、玉、鏡であるぞ。神に選ばれし者だけが手にすることのできるこの世を救う鍵じゃ。タケル、私が今日までお前に修行を授けたのはそのためなのじゃ。よいな。はい。しかしどのようにして。 ついてくるがよい。お前が新たな人類の歴史を作る旅の始まりじゃ。
Takeru, 乗りなさい. Hai, では. どこにも緑のない、まるで命の途絶えてしまったような町だ。お師匠様、ここで俺は何をする？お師匠、あとはお前の判断でやるのじゃ。お師匠様、懐かしいな、人間の住んでいる町なんて。 何年ぶりだろう。 やかしならお断りだよ。 二人組の男たちを見かけませんでしたか？たった今ここ、人のことに首を突っ込むなんて今時流行らねえよ。え、この町にはな、誰も人のことなんか考えて生きてるやつはいやしねえ。しかし人はお互いに助け合っていかないと。長生きしたけりゃ人のことに構わねえこった。待て。 この寺の僧侶だったんです。人望の厚いお方だったようだね。ええ、娘の私が言うのもおかしいんだけど、町中の人たちがいろんな相談に来ていました。平和ないい町だったのに、市長のゲランの仕業なんです。こうなったのもゲラン。そう、ゲランの仕業よ。3年前までこのポリスは豊かな自然に恵まれ、 人も動物もみんな仲良く暮らす平和な町でした。ところがある日突然、裏山が大爆発したんです。平和だった町は一瞬に地獄と化し、人々は大パニック状態になりました。
噴火は半年間は続き、町は溶岩のために壊滅状態になってしまいました。悪いことは続くものです。噴火が収まると、今度は大雨が町を襲いました。来る日も来る日も雨は続き、多くの人々が命を失い、町から緑に消えてしまったの。だけど、町に本当の不幸が訪れたのはそれからでした。 市長が原因不明の事故で亡くなったために、新しい市長に選ばれたのはゲランです。でも誰もその素性を知らない、得体の知れない人間なの。ゲランが市長になってからというもの、あれほど信頼感で結ばれていた町の人たちが猜疑心の塊になってしまったんです。どうして？ゲランは自分のやり方に反対する人間はみんな牢獄に閉じ込めたり、 死刑にしてしまったの。ひどい話だ。それで君のお父さんが立ち上がったわけだ。あの日、父は一人でゲランの館に市長を辞めるように説得に行ったんです。ところが、お父さん、しっかりして。お父さん、マユミ、ゲランは化け物だ。お父さん、 お父さん、しっかりして。お父さん、お父さん、ゲランは化け物。お父さんがそう言ったのか。真由美さん、ええ、どうしたの？タケルさん、ゲランを倒さないととんでもないことになりそうだ。私、ゲランのいる場所に案内する。ゲランを倒しましょう。真由美さん、 私、ゲランを倒したいの。わかるでしょ。力を貸して、タケルさん。相手は化け物だぞ。わかってる。よし、案内してくれ。 闇の正体見たり、逆なる心を持つ偽修道士め。ここから先は一歩も通さん。さあ、通れるなら通ってみろ。 汝の正体見たり、腰を置いた古田の姫。 何者だ。お前こそ何者だ。何を企んでいる。ゲラン、この町は、いえ全世界は間もなく、わしの支配下となる。思ったより簡単に目的は果たせそうだ。甘いぞゲラン。貴様は人間の心を自由に操っているつもりだろうが、そうはいかん。貴様が町の人から奪った愛の心を取り戻してやる。愛の心だと？ そんなものがこの世で何の役に立つのだ。人間が、いや
生あるものすべてが幸せに暮らすために一番大切なもの、それが互いに慈しみ合う愛の心だ。ダメだ、魔力が強すぎて差にはできない。あいつの正体は何者なんだ。人間ほど横島なものはないわ。いざとなれば他人のことなどお構いなし。ガリガリ亡者の正体がお前たち人間だわ。違う、貴様は本当の人間の心を知らん。人間は愛のためには自分の命を差し出すことさえできるんだ。ほうほう、ならばその人間の愛とやらを見せてもらおうか。お前だ、マユミ。マユミ、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 これを登れ。タケルさんは？俺のことはいい、早く。嫌です。ゲランの罠だ。このはしごは一人しか登れない。私だけ助かるなんて嫌です。タケルさん、あなたこそ生き延びて世の中を救ってください。いいから早く乗るんだ。なんで戻ってきた？だって…タケルさん！やっちまえ！ここ…そうか、地獄はゲランの目くらましだったんだ。なんということだ、人間にこのような愛の心があるなんて。見たぞゲラン、貴様の正体は9つの頭を持つ毒竜人なり。そう見破られたが、この世を闇の世界にしようとするわしの目的を邪魔する奴は許さん。逃げろ。
怪力用心よガーデンチーデンホーリーデンウムイモジンに怪力用心よガーデンチーデンホーリーデンウムイモジンに助けてくれ。 神よ、 毒竜の罪を許し、 命を救いたまえ。 お前は己の敵にも愛を与えるのか。 神よ、 毒竜の罪を許し、 命を救いたまえ。 おお、これぞ愛の宇宙波。あなたの愛の力によって私は観音になることができました。本当にありがとうございました。観音様、それは、これは邪悪なもの全て一瞬に倒す覇者の剣です。ではこれが三種の神器の一つ。そうです。60万年の昔より湖に沈められていた古代の神剣です。お礼にこれをあなたに差し上げましょう。ありがとうございます。どうか一日も早くこの世にあなたの手で弥勒の時を迎えてください。それまで私は この町の守護神となりましょう。きれい、昔の町に戻ったわ。ありがとう、タケルさん。いや、改心した九頭竜観音様のおかげだ。タケルさん、私どこまでもあなたについていきますからね。ま、よろしく頼む。 Deep inside yourself, an angel grows.